心はゆるっと、着付けはシャキッと、着付け大好き山宮ひろこです。こんにちは。これね、振袖を着せるところなんですよ。一緒にいつも私のことを YouTube 撮影してくださってる、してくれてるうちのスタッフ、カメラマンが、もういい加減ずっと同じ着物だから着物変えましょうよと提案してくれて、そうだよね、そうだねと言って、またちょっと練習用のみんなね着物を使ってるんですけど、それを引っ張り出してきまして、こうしてちょっとボディに着付けし直しているところです。これリアルタイムでやっているところなんで、特別急いでないんですけど、まあ営業もこんな感じでやってるかな。あ、そうそう、これね、私髪の毛結構短くした、インスタにも載せたんですけど、ピークワブーという表参道のサロンに伺いまして、伊藤秀彦さんに切っていただきました。伊藤秀彦先生です。私のこと、着付け師さんと思ってる人いるんじゃないかなって思うんですけど、私実は美容師で、別に全然今でもカットもカラーもパーマもするんですよ。そうなんですよ。で、着付けに夢中になる前は、実はピークアブーさん大好きで、ピークアブーさんのアカデミー、やっぱり神宮前にあるんですけど、今も同じところにそれはあるんだそうです。そこに本当にね、日参しましてお勉強させていただいたので、今でもピークアブーさんのスタイルはとっても大好きです。でサロンでね、もちろんスタッフにカットしてもらったりカラーしてもらったりすることもあるんですけど、何せおかげさまで YouTube 撮影だったり、SNS のね、そのインスタグラムだったりとか、その撮影、動画の撮影したりとか、それって要するにお客様やってない時にやってるわけじゃない。インスタグラムは朝活って言って、朝みんなが来る前に帯結びこう考え出して三脚に立てて、そこで iPhone で撮ってるのがほとんどなんだけど、それを編集したりとか、この頃ちょっと編集できるようになっちゃったもんだから、面白いもんだから編集してるんですけど、ね、他に頼んでたスタッフもとっても忙しいから編集させてもらったりとかしてやってるもんで、暇な時が忙しいんですよ。お客様がいらっしゃってない時が忙しいという事態になってしまうと、私の髪の毛やる暇がないんですよね。それで、そうだ、思い切ってちょっとこの緊急事態宣言も解除されることだし、されたし、じゃあ行こうかなって思って、私の住んでいる神奈川県の厚木市から表参道まで、ちょうど電車で1本ね、そのまま1本で行けて、1時間ぐらい、ちょうどジャストドアトゥードアで1時間ぐらいで行っちゃうので、じゃあちょっと予約ができるかなと思ってネットで検索いたしまして、予約取れちゃったんですね、伊藤秀彦先生に。で、あ、カットしてもらおうと思って、ちょっとウキウキルンルンで行ってカットしてもらって、こんな風になっているんです。それあんまりプライベートのことをインスタグラムで載せたりしていなかったんですけれども、今回そのカットをしましたみたいなのを載せたら、皆さんがいいねってたくさんくださって、ありがとうございます。ただ婚礼をね、お支度するようになってから、私髪色をずっと抑え気味にやってるので、こんなスタイルになったら髪色ちょっといろいろ凝って やりたいよななんて思いました。去年は婚礼がみんなキャンセルになっちゃったから、私金髪にしてやるとかってすごい髪色一時赤くしたりしましたけど、おかげさまで今はぼつぼつと婚礼のお支度や婚礼の打ち合わせなどなど入ってくるので、やっぱ黒服着てて神社さん出入りしてて金髪みたいな色をしてるのもまずいよねって思って、この頃はおとなしいカラーにさせていただいてます。今ね、皆さん大好き胸タックのところが終わったところですかね。そうですね、皆さん大好きですよね、胸タックね。胸タックできないですとか、胸タックちょっと見たいですみたいなのがたくさん、オンラインサロンなんかでも送られてきて、この間オンラインサロンの方のアンケートとか取ったら、胸タックがどうも決まりません、一発で決めたいですみたいなのが、オンラインサロンの方に限ってはパーソナルズームというのをやってて、1対1でズームの講習を勉強させていただいているので、そ
それで1時間みっちりやると大抵の方はあのできるようになってますけどね、うん、あの結構のできるようになりますけどね。どうなんですかね、胸タックがバシッと一発で決めたら気持ちいいですよね。成人式も近くなってきたんで皆さんどうですか、一生懸命練習してる？その時だけ行くんですなんていう着付け師さんもきっといらっしゃると思うんですよ。成人式の日ってたくさんの方が必要になるから、でそんな方もその時だけだからドキドキしちゃうなんて思ってるかもしれないけど、まあ、言ってみれば1年間練習できるってことだから、1年間練習し尽くしてからその場を迎えるってことだから十分準備ができるって思ったらすごいじゃない。そう思ってぜひぜひ練習に励んでください。で私のオンラインサロンは、まあ、何度でも、まあ、1回サブスクリプションっていうんですか、なんか1回だけね支払ったら、まあ、それでずっとあのコンテンツずっと見放題なんで、電車の中でも、はい、それこそトイレの中でもどこでもあって思った時に広めて、気になるところをチェックで復習するのにチェック、一緒にチェックしながらやってみるとかっていうのができるようなコンテンツになってます。今月いっぱいあの特で入れるお値段になってますから、ちょっと調べてみてくださいね。はい、そろそろ出来上がっていくんでしょうか。ここね、ここの端折りちょっといろいろこれなんかめんどくさいところではありますけど、お箇所にちゃんと決まってないと後から直せないところだから、こういうところはちょっとしっかり決めてもらい、とにかく早く仕事をやるためには迷わないこと、迷わないためには、まあ、一手で決められるようになること、一手で決めるためにやっぱり回数をやるっていうのが一番にはなりますよね。分かりきってるけどね、なかなかどっちにしようかな、こっちにしようかな、ああしようかな、こうしようかなって悩みますよね。でもまあそれも含めていろいろやってみてください。ぜひぜひあのリアル講習もズーム講習、ズーム講習もね、あの今月来月とある、あ来月かな、来月です、12月まであるんで、ズーム講習、振袖講習ぜひ参加してください。実りあります。補正はね、補正はあのインスタグラムや YouTube ではやりません。どうぞズームの講習かリアル講習でお勉強してください。補正はやりませんよ、まあ、いっぱいありすぎてね。人間で本当にやってるのはオンラインサロンだけです。それではできたみたい、バイバーイ。